私の生まれですか？私の生まれは信州白野でございます。なに、信州といえば何でも名高い善光寺さんのあるところじゃないですか。さようでございます。あなたはなかなか地理に詳しいですな。して遠い信州から何をあってどこへ行かれますか？そのわけでございますか。それは少々事情がありまして。何、事情がある？これは面白い。お構いなかったらそのわけというのを聞かせてくださいませんか。では、せっかく訪ねてくださりますゆえ、お話しいたしましょう。実はそのわけというのはこうでございます。私の村へ越中宇都山から薬屋が薬を入れつきに来ておりましたが、その薬屋がとうとう私の女房を騙して連れて逃げてしまいました。私は腹が立って腹が立ってどうしても探し出して連れて帰りたいと、それゆえ方々と訪ねて歩いているのでございます。佐藤さん、それはやめておきなされ。この広い世間でどこにいるやらわからんもの、悪いことは言わん。尋ねることはやめて早う国へ帰った方が良いと思いますがな、の兄。さようさよう、佐藤さん、やめておきなされ。これは皆さん、そのような白状なことを言うものではない。あなたが女房を取られた身になってごらんなさい。腹が立ちませんか？そりゃ腹が立つの。さあさあさあ、それじゃによってどうぞ止めずに放っておいておくやす。佐藤さん、それほどの固い決心ならばもう止めはいたしませんが、しかしあなたはご存知ないでしょうが、ここは追い風かと申しまして、上りが1里半、下りが1里半、合わせて3里もある鉱山ですぞ。それに近頃はここへ大蛇が出まして、村の者のうち早5、6人は大蛇に飲まれたのじゃ。もう日も暮れることじゃによって、今日はここに投入して明日の朝山を越すようにしてはどうですか？はい、それはありがたいことでございますが、私は蛇は少しも恐ろしいことはございません。何、蛇が恐ろしゅうない？これは変わった人じゃ。世の中に蛇が恐ろしゅうないものは一人もいないはずじゃ。本に変わった人じゃ。しかし佐藤さん、蛇が恐ろしゅうないと言わしゃるが、あなたでも世の中に何か一つくらい恐ろしいものがありますじゃろう。はい、私が恐ろしいものというのは世の中でたった一つ、それは犬でございます。何、あの犬が恐ろしい？これはまた変わった人じゃ。そりゃまたどういうわけで？はい、それは私が強をついて歩いておりますと、前から来たやつがワンワンワン、あいたたたたた、後ろから来たやつがワン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 、あいたたたたた。おれ、佐藤さん、あなたは犬のクソのついた杖で私の頭を殴ったな。けしからんやつじゃ。あいたたたた、そりゃけしからんクソボードじゃ。あいたたたた。ほれ佐藤さん、あなたは私らの頭をそのついで殴った。もう堪忍がならんとこじゃが、これも成り行きで仕方あるまい。時に佐藤さん、昔から佐藤さんというものは即興が早いということを聞いておりますが、何か歌、俳句、謎かけ、
何でも面白いことを聞かせてくださいませんか。え、そんなら、あなたたちの頭に杖を当てた代償に何でも面白いことをやれと言うんですか。そうじゃそうじゃ、一つ何かやってくださいませんか。さて、それではせっかくのたっての頼みじゃによって、それでは何か一つやってみましょう。やってくださいますか。そんなら謎かけをやってもらおうではないか。それがよかろう。さあさあ早くやってくだされ。それなら皆さん謎かけをやりましょう。そんなら雑魚さん一ついきますぞ。うちの女房が隣のおんちゃんと垣の外で妙なことをしよったところ、おーいと声をかけて呼んだとかけたら、なんと解きます。こりゃ難しかろう。なにうちの女房が隣のおんちゃんと垣の外で妙なことをしているところを、おーいと呼んだと言いますか。さあ雑踏さん解けますか。ちょっと待ってくださいよ。ああ解けました。なに、解けましたか。そんなら何と解きます。はい、それは急いだ石土参りと解きます。して心は、貝をふくふく走るとはどうでございます。こりゃなかなかうまい。うまい。あ、そんなら佐藤さんもう一つ行きますぞ。はいはい、さあ出してみなさい。そんなら行きますぞ。17、8の娘さんを丸裸にして、おこしものけ大の字なりにドスンと寝かしたとかけたら、なんと解きますか。ちょっと難しかろ佐藤さん。これはまたまた長い謎ですな。これは難しい。わかるものか。17、8の娘を丸裸にして、おこしものけ大の字なりにドスンと寝かしたとかけて、これは仁淀川花畔のお百姓さんの大豊作と解きます。してそのところは、畑田もよし豆もよし、また蔵開けて入れればなおよしとはどうでございます。こりゃうまい。うまい。佐藤さん、あなたはなかなか即興の早い人ですな。感心しました。それでは皆さん、時間も経ちますので、これで失礼を押さえていただきます。ではどうしても先へ行かれますか。はい、最前も申しました通り、私は先を急ぎますので、それではこれで失礼をいたします。気をつけて行きなさいよ。はいはい、どうもありがとうございます。あの雑踏さんはなかなか物知りじゃ。おかげで久しぶりに心の洗濯ができました。さあまたご留願とかかりましょう。観音様、先ほどは白状を出すいて申し訳ございませぬ。お供え物もさらに豪華にいたしますので、勘弁してくださいませ。本当に泊まれるのは嫌なんですじゃ。お願いします。チョコ物が立ってたい。そりゃー
車、怪しいものではない。ああ、これはこれは、見たと思えば、立派なお武家様、これは失礼いたしました。こりゃ、これはいかがしたものじゃ。ああ、はい、これには少々司祭がございます。ここは、大井ヶ坂と申しますが、最近になりまして、ここへ大蛇が出まして、村のものを取り壊すのでございます。それじゃによって、どうかその蛇に飲まれませんよう、ご流眼を込めているのでございます。何？大蛇が出て、人を殺めると申するか。もってのほかのこと。拙者、その大蛇を退治してくれ。お武家様、どうぞそれはおやめなされてくださいませ。ああ、あれあれ、出ました出ました、蛇が出ました。大変だ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 、助けて。本当に大蛇、退治してくれ。おやめなされてくださいませ。えい、話せ話しません。話せ話しません。えい、